いです、まひろです。くるくるくる、ただいまひろです。今日はですね、算数の問題を皆さんに出したいと思います。皆さん、算数の勉強はしてましたか？勉強してたら必ずわかる問題なので、皆さんぜひ答えを考えてみてください。第1問、花子ちゃんはピンクローターを3個買いました。友達のゆきちゃんに欲しいと言われて1個ピンクローターをあげました。さて、花子ちゃんは今何個のピンクローターを持っているでしょうか？さて、わかりますか？これは簡単ですよね。それでは第2問、太郎くんとゆうとくんと花子ちゃんは 3P をするためにラッコーパーティーに出かけました。パーティーには太郎くんたちを含めて7組のグループが 3P をしていました。さて、会場には何人の人がいるでしょうか？どうですか？わかりますか？ちょっと簡単すぎますかね。では第3問、図の赤い部分の面積を求めてください。円周率は3とします。円の面積の求め方の公式覚えてますか？続いて第4問目、ちょっと難しくなりますよ。太郎くんは8分で行かせることができます。ゆうとくんは5分で行かせることができます。今太郎くんは女の人を次々と手満し始めました。その12分後にゆうとくんも女の人を手満し始めました。太郎くんが行かせた女の人の数にゆうとくんが追いつくには何分必要でしょうか？ちょっと難しくないですか？どうでしょう、分かった人がいたらかっこいいなと思います。答えは概要欄に書いてます。概要欄を見て答え合わせしてみてね。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイバイ。